泥の木は、柳か山ならし属の落葉鉱木である。別名は、泥柳、泥、綿泥、綿の木、レイロ、チリメン泥など。日本では、北海道から中部地方かけてに分布する。長い葉子は合成し、単枝は密集する。葉心は10センチメートル程度の高大円型で周囲に、巨子があり、裏は光沢があり白っぽい。樹皮の表面は、灰色で。 若い木の表面には、菱形の皮目があり、老木になるにつれ縦にひび割れる。子有一種で芽株に卵型の実をつける。種子には、柳の仲間と同様に綿毛があり、風や水の流れを利用して散布される。種の散布は夏に行われ、秋には発芽する。水分の多い土壌を好み、よく川岸や湿地などに生えている。泥流や火山活動などによる。 植生破壊後に真っ先に樹林化する先駆種であり、折れて地面に落ちた枝から根を張って、クローン個体を再生する、落子状更新と呼ばれる能力を持つ。極端な幼樹であり、光合成効率の良い葉は老化も早く、夏の終わりには、落葉を始める。木質は、軽難で荷重に弱く、鎖が早い上燃えやすいため健在には適さない。凹んで衝撃を吸収するので、かつては、 弾薬箱にされたという。また安物の下駄やマッチの軸に利用されたが、マッチ軸としても折れやすい、過糖の剤とされ、現在では全く利用価値がない。成長が早い点に着目した、製紙会社が品種改良を試みた記録があるが、その保研級は放棄されたようである。軽難剤であるが、加工するのみやカンナの葉の痛みが肩着より早いと言われ、実際に、 機械で測定すると水ならの数倍の速度で工作機の雪人が摩耗することが分かった。泥の木の名称はこの奇怪な性質が根から泥を吸い込む生徒とされたからともいい、また泥のように柔らかい使い道がないから北海道の方言から等の諸説あるが分かっていない。加工時に歯が痛みやすい理由は木の芯に炭酸カルシウムを多く含むからと考えられている。 ありがとうございます。